次はコンピュータに合いそうな悪魔を探してみましょう。そんなピコピコした悪魔いたかな。ホラー映画っぽい悪魔ならいくらでもいるけどね。確かに。でもホラー映画だからといって驚々しいクリーチャーが出てくるとは限りませんよ。そうなの？例えば俺が一番怖いと思う映画はスノーデン。怪物も殺人鬼も出てこない電気映画です。しかも実はどんな話？国家が国民のメール、SNS、通話を盗聴、監視している。その事実を告発した青年が国家に追われ逃げ回っている、そういうお話です。これ以上怖い話がありますか？国家、しかもアメリカなんて強大な国を敵に回す恐ろしさ。自分がその立場に置かれたところを想像すると背筋が震えます。なんか意外だね。てっきり血みどろスプラッタなお話かと思った。もちろんそういうのも好きですけどね。アダム・チャップリンみたいな超ハードなゴア映画とかも。じゃあさ、もしソンシャンが同じ立場だったらどうする？アダム・チャップリンと？そんな状況想像を絶しますけど。じゃなくてそのスノーデンみたいに国家の秘密を知っちゃったら、ソンシャンはハッカーだし、そういう秘密見つけそうじゃん？どうかな。俺なら暴いてしまうかもしれない。俺のハッキングはもともと壊すために磨いたものだから。壊す？と、あれを見てください。またはぐらかす。いえいえ、ターゲット発見です。ほら、あれならコンピュータと親和性が高そう。確かにビリビリしてるね。やっちゃう？やっちゃいましょう。デビルダウンロード。グロさでした。よしっと、捕獲完了。またテストしてみますね。良さそうです。それじゃあここから出て本番行ってみますか。本番って何する気？もちろんハッキングですよ。それが目的ですからね。政府の秘密でも探るの？それも面白そうですが、やめときましょう。せっかくなのでアコライツのサーバーを探ります。いくつか経路に当たりをつけてるんです。構成員のリストでも手に入れば儲け物ですね。大丈夫かな？警戒厳重なんでしょ？そのための悪魔ハッキングじゃないですか。なんか心配。ソンシャン、ちょっと熱くなってない？俺はわざわざコンピューターの勉強に来てる留学生ですよ。専門分野に関わることならどうしたって熱くなります。そういう人種なんですよ。まあいいけど。それじゃあ出よっか。